どうも、ロクロックビのエンタメラボへようこそ。ロクロックビのペチとケメロジとチョネイクとサクです。注文完了。何を注文したんでしょうか。コバエがホイホイドデカを注文しました。ドデカ必要なんですか。ああもう大量ですね。大変だこれ。この時期はね、大変ですね。なんです。でも今日見たらね、14匹ぐらい捕まってたわ。うわ、怖っお前んち。ということで、ネメシス第8話直前考察。せーの、僕たちはベイビーシュー無編集ベイビーズでーす。打ち合わせがいるな。思った以上に来たと。適当に乗ってくれんのかと思ったら先頭立っていくからお前が。僕たちゲノム無編集ベイビーズということで、ね、天才でいいって。無編集。ああ。編集はしてませんよ。すごいバカにされているさ、普通の人ってことあ、そういうことですよね。普通の人間たちです。そうです、まあ、変な言い方ですね。ということでね、前回ね、アンナがゲノム編集ベイビーってことが分かったり、うんうん、ね、一応黒幕と言われる人物が一人ね、確定したということでね、うん、それがヤマトだったということでね、うん、盛りだくさんでしたね、こう考えると。そうですね。結構、反響もありましたね。うん、やったね。皆さん見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ね、はじめましての方も今後ともよろしくお願いします。ということでね、言うてもまだね、3話あるっていうね、嬉しさもありつつ、そうだね、うん、でもなんか8話の最後で黒幕もう分かりそうだけど、みたいな。でその辺からねやっぱ難しさはあるんだけども、まあやっぱりね8話に出てくる黒幕に関してはこれで間違いないのかなって感じですね、みんなを見ても。なるほどね、うん、うんっていうのを今回は発表しつつ、ただいろんな角度から間違いないんじゃないっていうことをね言ってくれたので、うん、まあそれを順序立てて説明してですね、最後に物語の概要というかどういう事件なのかっていうのを、まあここに関しては答えっていうのがかなり難しいので、うん、こんな意見もありますっていう感じで伝えて今日は終わりたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、ネメシスは毎週日曜夜10時半から放送されているドラマでありまして、僕たちの動画はその翌日月曜日に直後考察動画として動画を上げておりまして、その直後考察動画についたコメントをまとめて再考察した直前再考察動画を放送日前々日の金曜日に上げておりますので、こちら3本セットで楽しんでいただければと思います。さあ、というわけで本日もやっていきますけども、前回僕たちはこの8話で出てくる黒幕、誰なのかということで、四つ葉が間違いないんじゃないかっていうお話をしましたね。はい。っていうのもね、まあ基本的には予告の考察にはなるんですけども、予告の注射を打つシーンで後ろに映ってたのがほぼ間違いなく四つ葉なんじゃないか。そしてね、登場場面を振り返るとね、3話なんですけども、やっぱり怪しい点っていうのがねすごくありましたので、うん、ぜひその辺見てほしいんですけどもね、まあそこを全て踏まえるとやっぱり四つ葉間違いないんじゃないかっていう話をしたんですけども、皆さんの意見もやっぱりそれが多いです、うん、ということでちょっとねかなり多かった意見なので、一番最初に考察くれた方を呼んでいきたいと思います。青さん、次回予告の終盤に映ったアンナを蹴っている靴が四つ葉がドラマ公式インスタかっこアンナとカラリパヨットのポーズしてる投稿で履いてる靴と同じ気がします。おー、これですね。でもう一個だけ読んでいきますね。チョコポテトさん、もう一人の黒幕は四つ葉だと思います。8話の予告で最後の注射を打ってるシーンの後ろに映ってるだけではなく、黒のワイドパンツの女性がアンナを蹴っているシーンが予告にあるのですが、その女性が履いている白い靴がインスタや過去の放送で四つ葉が履いていた白い靴が完全に四つ葉だったのでそう考えました。ということでね、まあこれ僕も確認しましたけども、やっぱ似てるというか一緒だね、やっぱりこれに関しては、うん、一緒でしたね。ね、そうだよね。まあちょっとなんか逆に不安になってくんだよな、ここまでいくと。あ、ここまでもう証拠が揃ってると本当に四つ葉なんだと、うん、ってぐらいね。まあなんだろう、考察っていうのはねもうよく見れば分かる、あら、なんそうなんだ、っていう方になっちゃってるからこそだんだん不安にはなってきてる、うんうん、何かフェイクがあるのかなとかね。でもまあほぼ間違いなく四つ葉、うん、いいんだろうねこういうとこを見ると、まあ、そうだね、うんうん、まあやっぱそうやって考えるとその蹴ってるっていうか、まあ、衝撃なことが多いね。そうだね、うん、まあなんかあの予告って時系列も結構いじってるから分かんないんだけども、うん、あのまま考えるなら蹴ったシーンっていうのはアンナがなんか意識が失いかけてる時だったんだよね。うん、かな、そうだね、なんかね、はいはい、目は開けてたけどもうなんか朦朧としてた、うん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 、感じだったから、あそこでは四つ葉ってことに気づけず、でその後に実験台みたいなところに運ばれて、そこで初めて四つ葉を確認してどうしてっていう、あのアンナの言葉が出てきたんじゃないかなとは思うよね。そうね、うん、ということでですね、もうこれだけでも十分四つ葉っぽいんだけども、さらにいろんなコメント来てます、読んでいきたいと思います。タッツーさん、直前考察のコメントにも書きましたが、警察用語で犯人を意味する星がポスタービジュアルの橋本環奈のところに被っていることが隠れたヒントなのかなと思いました、っていうコメントが来てます。ということで皆さんぜひ見てください、ドンということで。確かにですね、まあ星っていうのはねかなり散らばってるんですけども、この橋本環奈のな、う
のとこにもうドンガブリなんだよね。そうだね、ドンガブリだね。ドンガブリだよね、うん、これに関してはね。これは絶対作為的だね。そうだよね。ってなるとこの星っていうのは、まあ確かにいろんなね刑事ドラマとか見てもわかると思うんだけども、うん、星を捕まえろとか、うん、そういう用語があるように星っていうのはやっぱ犯人を意味する、うん、まあ警察の俗語みたいなことなのかな、わかんないけども、うん、なのでね、まあこれがヒントなのかもしれないよね。だってなんなら見にくくなってるもんね。そうなのよ、字がこれが星があることによって、そう、うん、だから失礼になっちゃうよな。そうだよね。で、うん、角田博派っていうな懐かしい、まあ、真ん中にねあるけどねということでですね、公式のツイッターでポスターにねヒントが隠されてるっていうのはね書かれてたので、うん、まあそう考えるとこの星っていうのが一番候補としては高そうですよね、うん、ってなるとね、ほぼ間違いなくねヤマトが黒幕の一人目ではあると思うんだけども、ヤマトに関しては何かヒントっていうのがあったのかっていうのはねちょっと微妙だよね。まあヤマトはカマセイヌで本星は四つ葉みたいなことなのかな。なんかね年齢的にね本当の黒幕が四つ葉って結構難しいよねみたいなコメントもあったりするし、うん、だからこそ年齢をいじってるとか、うん、なんかまあ関与子の遺伝子を入れてるとか、うん、そういう可能性も出てくるんだけども、うん、まあ普通にヤマトが本星でその手下が四つ葉って可能性も全然あるんだけど、ね、うん、あもちろんね、まあでもあると思う、裏切り者という立ち位置が、ただアンナ的にはねやっぱ衝撃度で言ってる、うん、仲良かった四つ葉だから後に持ってったというか、うんうん、そうね、アンナにとって別にヤマトそんな衝撃じゃないのかな。全然ない、だってそのちょっと前に会っただけだし、うん、そうだよねそうだよねっていう意味で本当の黒幕って言ってるだけかもしれないしね。そうだね。はい、ということでもう一個いきたいと思います。また違う視点なんですけども、ルナさん、クール版の第5話のエンドロールで菅陽子がやっていたキュンデスのポーズがなんかありそうな気がする。トモミが風間さんにキュンデスってやってたのは私は関係側の人間ですって風間さんに合図を送ってたのかなっていうコメントがね来たんですよ。おお、これちょっとよくわからないでしょ。分からん。これっていうのがフル特別版が配信されてるんですけども、それ限定でなんかエンドロールみたいなの流れるんだよね、うん、映画でさよくある、うん、エンドロールで、その時になんか画像がパンパンパンって変わる演出があるんだけども、それっていうのがなんかねオフショットってよりは本当にドラマ内で使われなかったショットだったり、全然使われてるショットだったり、うん、そういうのがいろいろスライドショーでね流れてくんだけども、はいはいはい、その中でめちゃめちゃ真顔で菅陽子がキュンですってマジ？だからもうオフショットじゃないのよあれは、うん、完全に、はあ、そう、全然ドラマ内で今後描かれるのかカットされたのかわからないけども、はい、キュンデスをしてるんだよね。そう、流行る前にそういうこと？流行る前、数年前から先駆けとかそういうわけじゃない。俺そっちになっちゃった。でもまあそれもあるし、四つ葉がやった遥か前にやってたってことだから、ドラマ内の時系列で考えてもらう。あーなるほどなるほど。そうそうそう、あの皆さん覚えてると思うんだけど、うん、3話でね四つ葉がね登場した最後に、うん、私もこのネメシスで働きますキュンみたいなことをしてたから、うん、まあ、それがねなんか菅陽子をモチーフにしたのかはわからないけども、うん、何かメッセージには感じますよねやっぱり。そうだよ ね、 だね、やっぱその四つ葉がやるのは割となんか自然な感じするけど、菅陽子がやるのはかなり違和感があるから、やっぱそこはね四つ葉をちょっと匂わせてるじゃないけど、何かつながりを示唆するポーズっていうのは十分にありえるね、うんうん、だってマジで無表情だからね。キュンですって基本笑ってするもんですよ、ね、まあでもボケの可能性ない、大丈夫。一応なんか無表情でキュンっていうなんか、あ、でもだってカズオとのあのシーンだからね。ちょっと説明が少なかったんだけども、カズオと対面して車椅子の菅陽子が誘ったんだよね、菅陽子に入りませんかって。そのシーンのどっかでキュンですってやってる。これは何なんでしょうね。全然わからないね、そのポーズの意味、キュンなのかまた他の意味があるのか、うん、まあ、キュンではないんだろうな。キュンではないんだけど完全にキュンポーズなんだよ。なんかその組織の表すマーク、フリーメイソンマークみたいな、みたいそういうなんかね、うん、やつなどとして使われてるかもしれないしね。さあということで、じゃあラスト四つ葉に関してコメント、ちょっとなんかいい視点だなと思ったし、まあこれが多かったのでちょっと代表して読みたいと思います。あやさん、菅陽子の娘という説もアンナと仲良くなって何らかの情報を聞き出すために独特な味のご飯も美味しそうに食べたのかなとか考えたらありえますよねっていうコメントがあったんですけども、そう、これっていうのが僕たちのなんだろう考察の軸として味覚異常っていうのが結構鍵になってきそうじゃないですか、うん、でこれが勘だけの遺伝なのか実験にいる副作用なのかでどっちかだよねって話をしてたからこそ考察が結構難しくなってたんだけども、うん、確かに四つ葉はネメシスに潜入するためにあえて嘘をついて頑張って食べてた、うん、なるほど、可能性も何のためにって言われたら分かんないけども、うん、ありそうかな。まあそういった行為がまあ懐に入りやすいと感じたのかもね。そうだね、
でも俺も自分で言ってみて、それって風間とかからしたら逆に怪しまれそうだよね。確かにそうだよね。あ、こんなまずいものをなんでそんなね、美味しそうに食うんだろうって逆に不思議な目で見られちゃう。そうだよね。目立ってる子いっちゃう、目立ってる、だからネメシスにっていうよりも本当にアンナの近くに接近するためっていうのだったら割と同じ、ね、あ、食の趣味も合うねって言って、そしたらね、それこそ一緒にご飯とかそうだね行けるようになるかもしれないしっていうのはあり得るね。確かに。ということでね、まあいろんな視点っていうのが面白いなと思いました。続いてはですね、まあ、一番難しいなと思ってるとこなんだけども、風間のこの職歴が多すぎる問題、これがね結構考察する上でかなり難しいなと思ってて、ということでそこについてトンさん。はじめは実験に成功したものの、ゲノム編集ベイビーは万が一問題が生じた場合、本人だけでなくそれが遺伝することで後世にも危険が及ぶ可能性があることから、やはり研究を表に出すべきではないと考え、研究データをネックレスに封印したのかなと思いました。それを知ったヤマトが GE-106 の受精卵を持ち出し、メイコに人体実験を行ったのが20年前の事件。関係は研究データを求めてアンナを探しながらも人体へのゲノム編集実験を行っていた。一方で風間が数々の仕事を転々としてきたのは、その業界で能力が長けた人物を見つければ関係に近づけると考えたからで、その結果優秀な知り合いが増えていったのかなっていうコメントがありました。まあ確かにね、なんか優秀な人物を見つけるためにいろんな職業をして、その結果まあ姫か上位が見つかったり、トシ君とかはね、そのどう出会ったかっていうのは分かんないんだけども、まあなんかそういうのもありそうだよね。まあそうだね。日村もね、まあマジシャンをしたことでなんか優秀なコンフィデンスマンに会えたみたいな、そういうことでいろんな職歴を歩んできたのかなみたいな考察はできそうだよね。まあそうだね。で、意外に大事だなって思うのが、風間は20年前の研究所にいたんだよね。そうだね、いたね。そう、でも19年前の事故ではおそらく研究所にはもういないんだよね。っていうのも栗田と一緒に来てたから。あー、まあそっか、そもうそうなんか探偵としてタッグを組んでた時代なのかな。探偵としてかわからないけども、まあ、研究をやめたのが20年前の事件なのかなっていうのはちょっと考察できるかなと思いますね。そうだね。さあ、ということで、あともう一つ皆さんに伝えておこうかなと思うことがあって、予告ね、ちょっといろいろ見たんだけども、栗田の秘密の部屋の相関図がまたちょっと予告でね、見えるとこがあって、そこ確認したら、アンナとメイコの間に関係性っていうのが見えるとこがあるんだけども、そこはね、もう間違いなく代理母って書いてありましたね。おー、もうほぼ間違いないと思う。俺がそう思ってるからそう見えた可能性あるけども、まあでも自的に代理母って書いてあるね、あれは。まあそうだな。でもここまで来て逆にそうじゃなかったらメイコ何なんだって話だしね。いや本当だよね。だからこそお父さんっていうのが難しかったりはするんだけどね。そうだな、ね、そうだな、いないのか。そう、普通に始め、精子提供的には始めでいいのか、その辺はちょっとわからないけども、まあ、メイコが代理母っていうのは間違いないと。本当の母も、まあ、瑞穂が一番あるんじゃないとは俺らは話してるけど、皆さんの意見っていうのをね、より聞かせていただければと思います。ということで、じゃあ、こっからはちょっとありそうな展開、予想っていうのをね、いい脚本書いてくれた方がいますので、それを読んで今日は終わりたいと思います。はるはるさん。20年前、立花ゲノム研究所で、風間も含めた研究者たちが喜んでいた一方、その中心の初めは、怪訝な顔をしているシーン。もし、ゲノム編集ベイビーの制作に成功した瞬間なら、法的にも論理的にも問題があるので、周りの研究者たちも、ああいったリアクションにはならないと思うんです。あくまでも立花研究所では遺伝子や受精卵自体の合法的な研究をしていて、初めはこの技術が悪用されてしまうのを恐れていたのかもしれません。そしてこの遺伝子が菅研究所に利用されてしまって、これが20年前の事件だと予想します。かっこヤマトが遺伝子を盗んで菅研究所に渡したとか、そしてミマメイクラを巻き込んでゲノム編集ベイビーであるアンナが生まれてしまったのかなと思いました。ということでですね、まあ初め的にはその変なことには使う気はなかったという、あくまでも研究としてこういうことができますよ、こんなことができましたっていう研究としてやってたけども、それを菅容子が実際に人の体で試してしまったというか、人の体に受精卵を、まあ、入れてみてしまったみたいのが、まあ、この20年前の事件の真相なのかなっていうのをこの方は言ってくれてんだよね。そうだね、まあ、確かにその20年前の事件についてこの感じがありそうだなと思いつつね、まあ、だからこそ四つ葉っていうのがよりどういう存在なのかっていうのが難しくはあるよね。まあそうだね。まあその辺もね、いろいろ考察してくれてます。ホットユータさん。立花ゲノム研究所で生み出されたゲノム編集ベイビーがアンナで、関係で生み出されたゲノム編集ベイビーが四つ葉ともみという線はないでしょうか。はじめはゲノム編集をこのままやっていくのはダメだと思い、立花ゲノム研究所を解散。解散後研究を続けたヤマトは関係に所属。そこで完全でないが、立花ゲノム研究所で作成した検体で四つ葉を生み出す。かっこ菅容子自身で代理出産をしたとか。しかしやっぱりアンナのような完全なるゲノム編集ベイビーにならず、アンナを奪おうとした。それが19年前の事故。
アンナは奪えず、関係は四つ葉を実験体として育てていた。四つ葉は成長していくうちにヤマトなどの会話から自分と同じゲノム編集ベイビーが存在することを知る。同じゲノム編集ベイビーなのに自分は実験体として生活、それに比べて愛されて幸せな生活を送っているアンナを妬ましく思ったのかなと考えました。ということで、ありそうやな、この線。これもありそうだよね。四つ葉はあくまでも菅谷陽子側の人間というか、菅谷陽子側で作成された、まあちょっと未完全なゲノム編集ベイビーと、でそれで、まあ、アンナっていう完璧な人物ができたっていうのを分かって、それが欲しくなるというか、で四つ葉自身もそれが妬ましく思うというか、遺伝子がね一緒なのに私たちこんなに違うんだよみたいなことをね、イルカを見ながら話してたところもあったから、あーあったね、そうそうね、私は結構大変な人生歩んだんだよみたいな。そうだね、だから実験体としてずっと人生を送ってきた、うん、から、まあそういう羨ましい感じでね、そう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 、そういうことですね。ありそう。でも何をもって完璧というんだろうね。いや、そうなんだよね。四つ葉もめちゃくちゃ頭いいしさ、見た目も美しいし、うん、っていう点で言ったら、確かにね。モテようとすなよ、四つ葉に。四つ葉にモテたいんだけどもでもどうなんだろう、フィジカル的なところなのかな。アンナは一応その、そうだね、なんかフィジカルも強かったりするわけだから、そうだね、まあ、例えばなんか寿命が決まってるとか、あー、寿命とかもあんのかな、そういった深い問題もあるかもしれないね。まあ皆さんね、本当につじつま合わせてね、いろんな考察してくれたので、ぜひ時間ある方は僕たちのねコメント欄だけでも見て、あ、そうだね、いただいてもね、うん、とっても面白いと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ということで、僕たちは他にもいろいろ活動してます、ドンということで、たくさんの考察感想をやっておりますので、ぜひとも今後ともよろしくお願いいたします。ということで、以上ロクロックビでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいななんて思ってくれた方は、ぜひとも登録ボタンよろしくお願いいたします。ということで、最後にケビロジェ、はい、四つ葉に愛の告白お願いします。うちなら家賃2万6000円で住めるから一緒に住もう。家賃とかじゃねえんだよ、問題は。問題は家賃じゃねえぞ、金じゃねえんだよ